でございます調子が教えてくれない営業のコツ。今日は営業目標達成の再現性を高めるコツということで、えー、ご相談をいただいております。えー、ここ数ヶ月連続で KHM 目標を達成していますが、なぜ達成できたのか自分の中で言語化できていません。えー、再現性がないと何の意味もないと思っています。言語化するポイント、コツがあれば教えていただきたいですというご相談いただきました。まずは目標達成。 おめでとうございますいや。とにかくまずは達成すること大事ですからね。はい。おめでとうございます。で、まあ、これを、まあ、再現性を高めていくためにどうしていこうかっていうところが今日のご質問ではあるんですが、えっと、ポイントとしては5つあります。1つ目が自分がやったことを書き出すっていうことですね。で、やったことっていうのは、新しくやったことと、継続していること、両方を書き出してくださいということですね。要は、営業の成果っていうのは、何かをやったから成果が出てるし。 ということなので、まあ、要は新しく取り組んです、結果が出たこと、もしくは継続をして、継続したことを何で書き出すのが大事かというと、結局、今月の成果は今月だけの取り組みで出てるわけではないんですよ。過去にやってきた、蓄積してきた見込み客へのマナーチャリングだったりですとか、コミュニケーションというところが形になって、今受注になったという話なので、まあ、しっかし、継続していることも合わせて書き出してくださいねというのがポイントの1個目です。で、ポイントの2個目が、やめたこと。 もしくは気づかずにやらなくなっていたことも書き出してくださいということですね。まあ、1日24時間、これはもう決まってるわけですよで。その決まった時間の中で自分が何に時間を使うのかということをしっかり把握するのはすごく大事なことなので、自分がやっと やめていたことをやった方がいいよねっていうことは、また再開すればいいんですけど、意識せずにやめていたんだけど、やっぱり必要なかったってことが検証できているのであれば、もうそれをやらないようにするっていう意識を持つべきなので、えー、その点が2つ目になります。3つ目が、自分が取り組んだことが営業指標、まあ、やめたことも含めてです。どの指標、どの項目に貢献したかを把握しましょうと。最終目標達成できました。ありがとうございました。で終わりじゃなくて、 要は、じゃ受注を、売上をゴールにしたときに、何どこを各項目で貢献しているのかって話ですね。例えば、テレアポ営業をベースでちょっと例で考えていったときに、動きとしては、やることっていうのは、まあ、当然ですけど、ディストがあって、で、コールして、まあ、アプローチがあって、まあ、受付とポイント、いろいろありますがアポがあって、じゃ仮に見積もり出しにしましょうか。見積もり提出があって、まあ、受注。 で、受注から顧客単価が決まって売上ですよね。要はこういう流れで決まっていくとで売上目標が達成できました。良かったです。って言った時に要は例えばですよ。えっ、ー、と。 トークを見直ししましたって言った時にトークを見直すことによって何の改善を目指したのか、まあ、結果測れたのかみたいなところを整理していくわけです。で、そうやることによって自分はどこの項目に対して強みがあるのかであったりとか逆に弱みがあるのかとか施策が少ないのかみたいなことをまあ把握することができるので要は自分が取り組んだことは実際に取り組む前にもどこの数字を改善しに行くのかっていうことをぜひ意識いただくっていうのが大事なポイントになります。なので やった後もですね、意外と例えばディスト改善というところが単価アップにつながっていたみたいなケースも全然起こり得るわけですよ。なのでそういったところから自分が取り組んだことが営業指標のどの項目改善に貢献しているのかということも整理するのがポイントの3つ目になります。で次が自分が営業する時の目標をもう一回細分化してみてくださいということですね。要はは自分はこの目標 小さい目標を達成しているから最終的に売上が達成できているという話から考えていくべきなので自分の営業を細かく分解をしていったときに例えばリスト数はこれだけ月間で必要で,でコール率、まあ、要は質の高い電話がつながるリストを作っていますそのためにはコール率がどれぐらいになっているか アポ率がどれぐらいになってるかみたいなところで要は各項目においての数値目標を立てて自分は毎月アポで何件取ってるから結果として受注が何件もらえていて、うん、顧客単価がこれだから目標達成できてますっていう状況が作れればベストなわけですよねなので営業っていうのはよくあの繰り返しいつも言ってるんですけど量と質と率の改善しかないわけですよなのでまあ売上目標を追われてる方でいけば売上っていうのは何で決まってるかっていうとまあ量と 質ですとで質,質ってこれ何かっていうとこれが率です。アポ率、受注率、見積もりの提出、率ということでいやここに率を上げていく、量を上げていく。で売上ってなってくるとここ単価が発見ですね。なんて顧客単価です。 なのでアポイント数とかアプローチ数はすごく多くてアポ率もめちゃくちゃ高いんだけど顧客単価が低い場合ってのはどうしても売上が伸びないとこれは業種的な部分も重なってくるんですが目標に対しての単価を上げていくって発想をやっていかないと正直もアプローチしきれませんよねって話とかが起こるわけですね例えば1日3件が訪問のマックスですと、まあ、移動とかを含めた時に1日3件が訪問のマックスって考えた時に20営業日だとしたらですよ20営業日だとしたらもう60訪問しかできないわけですよマックス マックス60訪問の中で対面営業をベースで考えていたら一気に、えっと、1ヶ月で60受注がマックス なわけですよそう考えたときに、例えば顧客単価1万円だったとしますよね。売上目標100万だった場合っていうのは、マックス60受注で顧客単価1万だったら60万しかいかないわけですよ。なので、やれることっていうのはもう単価を上げる動きにしかできないわけですよね。で、それがじゃあ1万5000円になったら90万円になって、じゃあ1万5000円以上の売り上げをつく、1万5000円以上の顧客を集めなきゃいけないみたいな、そうなるわけですよ。なので、じゃ自分できる60受注の中で、例えば60受注が下がったとしても顧客単価が1万円から10万円にな 10倍ですよってなってくれば60受注は必要なくなるわけですね。なんで自分の営業の動き、日々の活動と照らし合わせたときに、量、率、単価、これをどう改善していきましょうかっていうところから考えていくべきということですね。でもちろん売り上げっていうところでいけば、えーとまあ、リピートの回数ですとか、まあ 単価であったりとかそういったところも考えながらアプローチしていくんですけど、要はここの部分っていうところをまあしっかり見極めをして、自分はどの目標を追っているのかっていうことを整理をして、何をやってるから売上が上がっている、何をやってるから成果が出てるっていうことを語れるようにする、でそのためには目標と施策がセットになっている状態っていうのを意識いただくと、まあ、言語化細分化、再現性っていうのはできてくるかなというところでございます。で最後、5つ目が、ぜひ自分の営業方法を3分間プレゼンしてみてくださいということですね。 いや今話し,したとおりです。自分はこういう目標を持っていて、この目標を達成するためにこれだけのアクションをしているから、この目標が達成できますと。で、次の指標に関してはこの指標を追っています。で、その指標をまた達成するためにこの施策を追っているので、えー、最終的に売り上げ、受注という成果が達成できていますということが語れるようにしておけばいいので、要は自分が今、私がお話しした4つのポイントっていうのを、最後は誰かにプレゼンするみたいなことを意識いただくと、再現性っていうのは高まってくるかなと思います。えっと、アッポ100っていう私、コンサルコミュニティ やってますけど、えー、とノートっていう、まあ、無料でブログとか書けるツールがあるんですけどそこで自分の営業を記事にしてた方がいたんですけどそうやってアウトプットをすることによって再現性言語化っていうのが高まってきます。言言語語化化したたいと言った時に言語化する場 を作ってしまうことによって言語化ができるということですね。まあ逆説的なんですけど、要は各環境とかアウトスプットする場所があれば言語化できるんですよ。ただ、言語化する環境がないから言語化できてないっていうケース結構多いので、ブログでもいいですし、こうやって動画でもいいんですけど、何かその話をする機会っていうのを作っていただくと、言語化できる確率というか、言語化もできるますし、言語化できる。こ することによって自分の営業をまた客観視することもできますし、再現性も高まっていくので、でちょっとそういったことを意識いただきながら、えー、自分の営業を振り返っていただけると良いんじゃないかなと思っております。ということで今日は自分の営業を振り返っても再現性を高めるコツ、言語化をするコツということで,までお話をさせていただきました。えー、今日の動画参考になった勉強になったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。